しばらく探してみたけど何も見つからないわね。叩いて壊れそうなところもないわね。変わったことといえばやたらとカニがいることぐらいかしら。挟まれないように注意しないと。カニがいるのは珍しくもなんともないよ。あ、でも大きいのは挟まれると痛いから気をつけてね。このすばしこい虫も丘ではなかなか見ないわね。捕まえようとして手を伸ばすとすぐに逃げてっちゃう。おお、ビビアンは船虫も平気か。ビビアン、先に言っておくわ。その虫捕まえないでよ。これフリじゃないから。え、もう捕まえちゃったけど。うわー、こっちに向けるな。あ、そこに深い水たまりがあるから気をつけて。ヤクーツクが消えちゃった。小さくてもさすがにそれは言い過ぎじゃない。だったら確かめてみなさいよ。そうだね、ちょっと潜ってみる。プトラさん、どうしたんですか。ヤクタンがこの水たまりに落っこちたんだ。足がつかないって言うからどんなものなのか調べようと思って。見逃さないよ。多分最近できたばかりなんだ。用心した方がいいかも。よし、念のため命綱をつけよう。ビビアン、私が潜ってる間このロープ持ってて。え、私でいいの。クアンやバトゥーに頼んだ方がいいんじゃ。クアンはそんなに泳ぎが得意じゃないんだよ。それに体重が軽い。猿みたいに軽い。プトラを支えるには重りが必要。泳ぐの嫌だから浮き輪も必要。ウッキッキ。そういうわけでクアンはパス。バトゥーは何かあった時のために自由に動けるようにしておきたいし、ここはビビアン決定。ビビアンなら水を怖がらないでしょ。森育ちのレンジャーなのに気持ちよさそうに海を泳いでた。私的にはそれが一番大事かなって思ってる。だからビビアン、サポートは任せた。任された。で、私は何をすればいいのかしら。ロープの張りをよく見ててほしいんだ。水中で何かトラブったらロープを2回引く。そしたらみんなで思い切り私を引っ張って。まあ息が続かないところまではいかないから大丈夫だと思うけど。アドバイス。水に入るときはリラックスしよう。そんなに怖そうな顔をしてちゃさすがの私も少しは緊張しちゃうぞ。緊張すると体が硬くなる。そんで水中での動きも鈍くなる。
息も続かなくなるって学校でも習ったでしょ。ま、いつもの調子で待っててよ。ということでちょっくら潜ってきます。美味しそうなの見つけたら捕まえてくるね。プトラのことなら心配ないよ。プトラは泳ぎも得意だけど潜るのはもっと得意。僕もあらゆる状況を想定して無呼吸でも戦闘できるように訓練してるけど、息止めでプトラに勝てたことは一度もない。そういえば前にプエルトリコを助けた時、魚みたいにひらひら泳いでたわね。あの時もずいぶん長く潜ってたっけ。あの皆さん少しいいですか。どうしたの、何か心配事。ええ、もしかしたら車掌さんも同じことを考えていらっしゃるかもしれないのですが、プトラさんが潜った瞬間あの声が聞こえませんでした？こっちだって。聞こえました。ということは車掌さんも。それじゃあもしかしたらこの下に玄武の発生源があるかもしれないってこと？その可能性も否定できません。水中に玄武は発生しませんが、空洞があってそこに発生源となるものが存在する場合は地上と同じように玄武は発生します。そんな、それじゃあプトラがしてることってとても危ないじゃない。私が安易に潜ってこいなんて言ったから。それは違うよ。プトラはヤクーツクに言われなくたってきっと調査のために潜ったよ。この下に何かあるかもってことくらいプトラだってわかってる。プトラのお父さんは海の男、プトラのお母さんは鉱山の女。フレイマリンのどういうところで玄武が発生するのか、発生した場合どうすればいいのか、誰よりも知っているんだよ。あれでもフレイマリンの代表だ。僕たちのリーダーをあまり見くびらないでよね。もしロープが緩んだら僕が潜って確かめてくるよ。ロープが緩んだらって？何らかのアクシデントがあってロープが切れる、またプトラが自らロープを切る、そういう状況も起こるってことだよ。もしそうなったら迅速に救助に行くべきだね。浜辺や磯なら話は別だけど、プトラが潜ったのは海中洞窟だ。そこで命綱を失うってことはプトラが水中に取り残されるってことだから。プトラ大丈夫よね？あれ、ロープがちょっとずつ引っ張られてる？まさか何か問題があったのかしら？違うよビビアン、それは合図じゃない。プトラが戻ってきてるんだよ。その通り。プトラ！行きはゆっくりだったけど戻ってくるのは早かったね。うん、みんなに早く知らせたいことがあってね。ということは何か収穫があったんだね。そう、このプトラ海の中からビッグニュースを持ってきました。もったいぶってないで早く言って。海食堂を見つけたんだ。少し泳ぐとものすごく広い洞窟に出られるんだよ。そんな話今まで聞いたことないよ。フレイマリンの歴史に関わる重要な発見だ。島の反対側にもそういう洞窟はなかったと思う。それを言うならこんな
にわかりやすい隠し水路を私ら含む地元住民が見つけられないわけがない。たった数年であれだけの海食堂ができるはずないよ。きっと今回の海上の玄武事件と何か関係があるんだ。あのね、プトラ、プトラが潜った時、車掌さんたちがまたあの声を聞いたんですって。今度ははっきりとこっちだって。少しずつその人に近づいて出るってことなのかな。車掌さん、目標はこの下だよ。みんなでここから下の洞窟に侵入して玄武の発生源を探そう。そんなに大した距離じゃないから大丈夫。でも念のためロープを使って私が一人ずつ運んでくよ。それならみんなも安心でしょ。いい案だと思います。プールでの訓練ではないのですから、無理をせず慎重に行きましょう。そうですね、敵は万全の迎撃態勢を敷いているわけですから、慎重すぎるに越したことはありません。敵？まあ相手がミストモンスターなら敵だけど。あれ、私どうしてそんなことを言ったのでしょう。パディントンさん、さっきから少し様子が変ですよ。体調に異変を感じたらすぐに言ってくださいね。すみません、急に変なこと言っちゃって。皆さんのご迷惑にならないよう慎重に行きます。万全の迎撃態勢？それって罠を仕掛けるってこと？海の中に爆弾を沈めるのかな。水の中で爆発